待たせいたしました。栄えある今年度のミスジャパネスクに輝きました、ことぶきカレンさんです。3回目もっとタイト。もっと。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界中に知らしめるのが私の役目だと思います。関係者の方々にはこんなにも素晴らしい祝賀パーティーを開いていただきましたことを深く感謝しております。こうしてスピーチをしておりますと皆様の私に対する信頼というものを必死に迎えに行くから感じています。博士、また世界大会からさ、コナン君と二人で迷ったから探しに来てくれって。じゃあ私も。どうぞ、大丈夫。ラン君はここにいて。本当にアイ君かい？ジロジロ見ないでくれる？博士。いや、理屈は分かっていたが、こう現実を見ると、なんだか初めましての気分じゃの。じゃあ、俺には久しぶりだな。新一君、助かったぞ博士。危うく助走するところだった。あら残念。見たかったわあなたの助走。似合うわよきっと。うるせえ。これよりどういうことじゃ新一君。前にうっかりパイカルって酒を飲んだ時と同じだよ。酒の妙な成分が作用して元に戻っちまったってわけさ。ゼロリ、この姿に戻ったハイバロ、大勢の人の目にさらすわけにはいかない。すぐに博士んちまで連れて帰ってくれ。ああ、じゃがそれは新一君、君も同じじゃろうか。俺は帰るわけにはいかねえ。愛しの彼女にでも会いに行くの？バーロー、脅迫状だよ。パーティーが無事に終わるまで俺はここに残る。あのケーキのリキュールの効果は未知数。いつ子供の姿に戻るか分かんないのよ。分かってるさ。だったらどんなに危険だと分かっていても目の前の事件から逃げねえのが探偵の佐賀なんだよ。灰原を頼むな。ああ変装よと。じゃあ明日も行くかな。まずカレンさん、受賞を決めた瞬間どんなお気持ちでしたか？今まで頑張って最初の30分ミスジャパネスクはステージに。その間にホテルの構造を調べる。怪しいところがないか。20階にあることぶきカレンの控室には鍵。向かいは審査員長か。分かりやすい人間関係だ。10階には純ミスの控室。ステージに入れるのはパスを持ったスタッフのみ。脅迫状が本気ならどこで仕掛けてくる。ミスジャパネスクの皆さんに
もう一度盛大な拍手をお願いします。そして最後を飾るのはミスジャパネスク寿カレンさんの特技でもあるピアノ演奏です。失礼します。お飲み物いかがでしょうか。素敵。あ、ジュースで。はい。ランは？あ、私はいい。コナン君たち帰ってこないから探してくるね。やはりこのドレスにして正解だったな。私の言う通りにしていれば必ず世界一にしてやる。嬉しいわ。カレン、どうしてスピーチの内容を勝手に変えたりしたの？お願いだから私の言う通りにして。うるさいわね。姉だからって偉そうに指図しないで。お情けでマネージャーやらせてやってるのに。カレンさん、8時45分に奈落に3番お願いします。分かってるわよ。王様ぶってるけど本当は一人じゃ何もできない。まるで操り人形よね。操り人形。脅迫状通り本当に痛い目に遭えばいいのに。興味さん、天野さんだって本当はそう思ってるくせに、リハーサルから何度も段取り変えられて。僕は仕事ですから。あ、エレベーター来ましたよ。仕草を見ればわかるよ。そうだよ、俺だよ。じゃねえよ。今までどこにいたの？心配したんだから。会いたかったのか。の方がおめえらしいよ。ま、許してあげる。だって留守電聞いてきてくれたんでしょ。あ、で今ホテルの中調べてたとこさ。それよりおめえは何フラフラしてんだよ。